ソニーミュージックと JYP による日韓合同オーディションプロジェクト、イニジプロジェクトシーズン2から誕生した7人組ボーイズグループ、NEXZ、NEXG が5月22日に韓国リリース作品、Ride the Vibe でグローバルデビューすることが決定した。2PM、TWICE、ストレイキッズ、イニジユーラを輩出してきた大手韓国芸能事務所 JYP エンターテインメントからボーイズグループがデビューするのは、ストレイキッズ以来約6年ぶりとなる。動画、NEXZ のデビュー作、Ride the Vibe、トレーラー、イニジプロジェクトシーズン2から昨年12月に誕生した NEXZ は、オーディションのファイナルステージで披露した最後のミッション曲で、J.Y. パーク氏作詞、作曲のミラクルを同年12月18日に配信でプレリリース。同日付オリコンデイリーデジタルシングル、単曲、ランキングで1位を獲得し、iTunes では同時配信したミラクル、コリアンベルが K-POP ジャンルで首位となった。同タイミングに公開されたミラクルパフォーマンスビデオの再生数は1700万回を突破している。4月からは、Mnet 制作の単独リアリティ番組、デビュー準備クラスより小さいクラブ NEXZ より大きい、が放送、配信、日本ではレミノで日本語字幕付き配信、されており、デビューへ向けた準備が進行する中でのグローバルデビュー発表となった。この日公開されたトレーラー映像、Ride the Vibe。トレーラーでは NEXZ の多彩な魅力と個性で How to を披露。YUU の EAT を皮切りに、ともや、ムーブボディ、春、Be Like Kids、SOGEON、ソゴン、Get HOOKEDON、SEITA、セータ、ラブ、HYUI、ヒュイ、クリーン、雪、勇気、スリープディープまで、これらすべてのテーマにキーワード、バイブが貫かれている。